ダニエラ・ハンチュコバは、スロバキアポプラト出身の女子プロテニス選手。身長181センチメートル、62キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス5位。WTA ツアーでシングルス7勝、ダブルスで9勝を挙げた。性に関する読みは書くマスコミによって様々で、ハンチュコバ、ハンチュコは、 ハンツコーアなどと表記され、テニス中継を行うワウワウでは、ハンチュコバ、NHK では、ハンツコーアが使われた。スロバキア語の発音では、ハントコバーが近い。1999年5月に、プロ入り。2002年3月のパシフィックライフオープンで、WTA ツアー初優勝。決勝で、マルチナヒンギスを6から3、6から4で下した。この年は、 女子テニス国別対抗戦、フェドカップでも、スロバキアチームを初優勝に導いている。スペインチームとの決勝では、ハンチュコバは、シングルス2試合とダブルス戦全てに勝利した。2002年ウィンブルドンから2003年、全豪オープンまで、ハンチュコバは4大大会の女子シングルスに3大会、連続でベスト8入りした。 ハンチュコバと杉山愛ダニエラハンチュコバは2005年の全仏オープンとウィンブルドン2006年の全豪オープンと全仏オープン女子ダブルスで日本の杉山愛とペアを組んだ2006年全仏オープンの女子ダブルス決勝でハンチュコバと杉山は第1シードのリサレーモンドサマンサス・トーサー組に3から6、2から6で敗れて準優勝した 2007年3月、インディアンウェルズマスターズ決勝で、スベトラーナ・クズネッツをワを6から3、6から4で破り、同大会で5年ぶり2度目の優勝を飾った。ハンチュコバの女子ツアー大会シングルス優勝も、これが5年ぶりの2勝目になる。2008年全をオープンでは準々決勝で、アグニエシュからドアンスカを破った後、続く準決勝で、アナイバノビッチに6から0。 3から6、4から6の逆転で敗れ、初の決勝進出を逃した。それまでのハンチュコバは、4大大会女子シングルスではベスト8止まりの成績だったが、この大会で自己最高成績を更新したことになる。2009年に、杉山愛とのコンビを復活させ、全豪オープン女子ダブルスの決勝に進出。ビーナスとセリーナのウィリアムズ姉妹組に3から6。 3から6で敗れた。杉山は2009年度を最後に現役を引退し、杉山の現役最後のトーナメントは、9月末のトーレッパンパシフィックオープンテニストーナメントであったが、ここでもハンチコバがダブルスパートナーとなり、決勝まで勝ち進んだ。決勝では、アリサ・クレイバのワンド、フランチェスカ・スキアボーネ組に敗れた。2011年2月、パタヤ大会の決勝で、 さらエラニを6から0、6から2で破り4年ぶりのシングルス4勝目を挙げた。全仏オープンでは3回戦で、第1シードのキャロライン・ウォズニアッキを6から1、6から3で破る主君を挙げた。2012年のパタヤ大会の決勝で、マリア・キリレンコを6・7、6・3、6・3で破り連覇を果たした。2013年全米オープンでは11年ぶりに、ベスト8に進出した。 ハンチュコバは混合ダブルスにも強く、この部門では4大大会で全てのタイトルを獲得し、通算4勝を挙げている。2005年に全仏オープンと全米オープンで混合ダブルスの年間2冠獲得を達成した。2017年7月に34歳で現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8。 R イコール海戦敗退。RR イコールラウン敗退。Q イコール予選海戦敗退。LQ イコール予選敗退。A イコール大会不参加。P イコール開催延期 WG イコールデビス。Z イコールデビス地域ゾーン。PO イコールデビス。G イコールオリンピック金メダル。S イコールオリンピック銀メダル。SF。B イコールオリンピック銅メダル。NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。2004年ウィンブルドン2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。